皆さんこんにちは。株式会社リソナホールディングスサスティナビティ推進室の吉本と申します。よろしくお願いします。僕は仕事の中で SDGs の啓発活動に取り組んでいます。これまで同社グループの従業員そしてお客様に向けて SDGs に取り組むことの大切さをお伝えして、意識を変え行動を起こしてもらうことに取り組んできました。でも今日僕は皆さんに社会を良くするために SDGs をやりましょうというつもりないんです。なぜならそれでは人の意識はなかなか変わらないし、行動も起こしてもらえない、そういうふうに思ってるからです。確かにここ数年で日本の中で SDGs の認知度随分高くなりました。皆さんもこのカラフルなロゴマーク目にする機会が増えてきたと思います。それに合わせて SDGs に対する理解も広がってきました。 SDGs とは恵まれない人々や絶滅しかかっている生き物たちに救いの手を差し伸べましょうということだけではありません。むしろお金さえ払えば電気やガスをいつでもスイッチ一つで自由に使うことができたり、安全な飲み水や食料をちょっとコンビニに行けばいつでも簡単に手に入れることができたり、こういう今の日本の社会の当たり前がこの先もう通用しなくなるかもしれない。他人事ではなくて自分事として取り組んでいかないといけないことなんだ。こういう理解もだんだんと広がってきています。でもそれでもまだ行動を起こしていない人の数は少なくありません。そうした人たちに自分事として捉えてもらって行動を起こしてもらうこと、これは本当に難しいことなんです。ところがですね、この大変難しいことを僕は仕事としてやることになりました。今を遡ること約2年前、リソナグループのサスティナビリティ推進の責任者をやってほしいという事例、この事例を僕はうちの社長から直接受け取ったんです。その時社長にはこう言われました。君にはね、リソナグループ3万人の従業員の意識行動改革のリーダーをやってもらいたい。はい、正直に言いますね、僕この時ね頭真っ白になったんです。だってね、僕んち3人家族なんですけど、家庭の中でも大したリーダーシップ発揮してないんですよ。それがね、いきなり3万人のリーダーって1万倍びっくりしました。さらに社長にこう言われたんです。経営としてサスティナビリティは本気でやるから、君を本気で頼むよ。もうどれだけプレッシャーかかる状況かお察しいただけますでしょうか。僕ね、あまりに気が取ってですね、思わずこう答えちゃったんです。明日から本気出します。もうね、多分心の中で今日は無理って思ったんでしょうね。一番倍ですから、まあ、そんなことがあってから2年間社内の意識行動改革、そしてお客様の啓発活動に取り組むことになりました。ところがこれがもう苦労と挫折の連続だったんです。そもそも僕ですね、ものすごい人見知りなんです。人とお話しする、人前で話す、めちゃくちゃ苦手です。今本社喋ってますけど、喋りながらね、バキ汗大変なことになってます。銀行員生活25年になりますが、営業をやってもたった4ヶ月、人の心を動かすトークなんてやってきてないんですよ。まあそれでも3万人のリーダーとして社内研修一生懸命やりました。コロナで集合研修が難しかった時期は、社員の方が好きな時に見てもらえるような研修動画一生懸命作りました。自分で資料を作って、説明原稿を自分で書いて、カメラも買って自分で撮影して、挙句の果てに動画の編集も自分でやりましたね。家族からお父さんは YouTuber に転職狙ってるんじゃないかって疑惑をかけられるぐらい頑張りました。時にはお客様のところに行って企業の経営者の方と直接お話もさせてもらいました。その結果ほとんど響かないです。まあ僕ごときのトークで響くのはもう意識変わっているか変わりかけている人まで、大抵の人の反応ってこうなんですよ。いや確かに大事なことだと思うよ、でもね、なんか世の中いろいろ騒いでるって来てるもんね、なんかね、でもねがついちゃうんですよね。中にはね、いや今日もねとってもためになる話聞かせてもらって勉強になってる、ありがとう、じゃあこれからも頑張ってね、いや僕ねあなたに頑張ってほしいと思って今日はお会いしに来たんですよ、なんてこと言えるわけないですよね、この人見知りがね。でそんなことが1年ぐらい続きまして、これやっぱり僕には向いたんじゃないか、もうね心が折れそうになってる時、ある人からこういうこと言われたんです。人間はね、価値を感じたことは自ら進んで行動するよ。君のミッションは SDGs に取り組むことにどう価値をつけて、それを相手にどう感じされるかなんじゃないの。パッとしましたね。確かに僕、社会を良くするために SDGs 頑張りましょう、そんなことばっかり一生懸命喋ってて、相手に価値を感じさせるってちゃんと考えてなかったんじゃないかな。でもそれどうやったらできるんだろうか。まあ、わからないままある時、お取引先の経営者さんとお会いすることになりました。いつも通りお話して、いつも通り響きませんでした。むしろその方、 SDGs について
背景や歴史も含めてとってもよくご存じで、その上で今の日本の社会の SDGs の風潮に対して否定的な方だったんです。その方の会社は100年以上続く会社です。100年ということは太平洋戦争を経験しているんですね。実際に社会が一度崩壊しました。公共インフラ、サプライチェーンにズタズタになりました。そんな中でも自分の会社の事業と、そこで働く従業員の方々の雇用と生活、そして日本の復興を支え続けてきた、そんな一族の方だったんです。そんな方にしてみたら、何をやったこともない人間が持続可能な社会づくり、持続可能なサスティナビリティだ、軽々しく言ってくれるの。まあ直接そう言われたわけないんですけど、僕ね、もうそういう雰囲気をビシビシ感じちゃいまして、もうね、速攻で話すの諦めました。で、逆にね、もらった時間余っちゃったんですよ。で、これなんか話すことないかなと思って、話し始めたのが上智大学の学生さんの話だったんです。僕去年の春学期この大学で SDGs の寄付講義を持たせてもらいました。で、今の学生さんって SDGs についてこんなことを考えているんですよとか、将来こんな仕事をしたいと言っている学生さんがいたんです。まあそんな話です。そしたらですね、その話を始めたその方の雰囲気がガラッと変わったんです。めちゃくちゃ前のめりに話聞いてくるんですよ。もうね、あれれれれと思いましたね。これはもう後で分かったことなんですけど、企業の経営者の方々って学生さんが今どんな価値観を持っていて、将来どんな仕事をしたいと思っているか、ものすごく関心高いです。こんなデータがあります。去年りそなグループの取引先約3万1000社から SDGs のアンケートを集めました。その結果、大企業の一番の経過代、これは SDGs への対応でした。一方で圧倒的多数を占める中堅中小企業の一番の経過代、これは人材の確保と育成だったんです。これ大企業でも5番目の経過代にランクインしています。ほとんどの企業が人材確保を経過代と認識しているんです。その背景にあるのは日本の少子高齢化です。この先さらに人口が減っていくと、働く世代の数も減っていきます。もしこの先自分の会社に人が来てくれなくなったら、いずれ業務をやる人がなくなって会社維持できないです。この先大企業といえども人材確保に苦労すると言われています。ましてや今や SDGs は学校教育に正式に組み込まれました。これから社会に出てくる学生の方々、今の社会人よりも時間をかけて SDGs の勉強をしています。仕事選びにもその観点が入ってくる可能性否定できません。そして実際にそういう学生さんはすでに出始めてるんです。はい、そんなこんなでその方と急に話が構えるようになりました。最後はりそなグループがご提供している SDGs のコンサルティングについて一度話を聞かせてくれない、ここまで行きました。 SDGs に取り組むことに価値を感じなかった人が、これから先も自分の会社に人が来てもらえるようにしていくには SDGs 本気で取り組まないといけないんじゃないか、そこに価値を感じてくれたんです。この価値を感じさせたのは僕ではありません。上智大学の学生さんたちなんです。もう本当にありがとうございます。でもね、その学生さんたちもまさか僕とね雑談レベルで話したら絶えないことが、まさか企業の経営者の意識や行動を変えるなんて夢にも思ってなかったと思います。はい、今のこの経営者の方の話なんですけど、僕ね学生さんについても同じようなことが言えるんじゃないかなと思うんです。どういうことかというと、学生さんの中には、いや SDGs そんな興味関心ないし、だってあれってキラキラ系のインスタで入ってるファッションでしょ、そう思ってる人がいたとしても僕ね全然不思議とは思ってないです。でもそんな人でもこう言われたらどうでしょうか。就職をするんだったら将来性のある会社を選びたくないですか。どうせなら社員を大事にしてくれる、あなたの考えを尊重してくれる会社に入りたくないですか。僕金融機関に長いこと勤めて、そこを見定める簡単な方法、そのやり方を3分で説明できるんだけど、ちょっと話聞いてみませんか。どうですか。こう言われたら、就職活動の方に3分ぐらいちょっと話聞いてもいいかなと思いませんか。今日は学生の方々この場にいらっしゃると思うんですけど、どうですかね、話聞いてあげてもいいかなと思ってもらえますか。ありがとうございます。じゃあここからですね、 ESG 目線という話させてもらいます。この ESG 目線というのは、企業の SDGs の取り組みについて、 E は環境、 S は社会、 G はガバナンス、この3つの目線から確認することで、その企業の将来性を評価する方法です。これ実は世界のプロの機関投資家が投資先の企業の将来性を評価するのに使ってます。プロの方と同じことするのはさすがに大変なんで、今日はそれをギュッと圧縮して、これから3分間でそのやり方を説明します。聞いてください。まず環境からいきますね。注目してもらうのは、その企業が自分のところが出している二酸化炭素にカーボンニュートラル目標を設定しているかです。
今や世界の国々がカーボンニュートラルに向けて動き始めました。日本政府も2050年カーボンニュートラル宣言を表明しています。事業活動を続けていく限りこれらと無関係で居続けることはまず不可能です。はい、そんな中で一つ目の会社、まだ自分の会社のカーボンニュートラル目標を出していないです。二つ目の会社、カーボンニュートラル目標は出しています。でも中身を見ると世界の目標、日本の目標よりも低い目標になっています。三つ目の会社、世界の目標、日本の目標と同じかそれよりも高い目標を出しています。はい、10年後、業界の中で最も優位に立場に立っている可能性高いのは3つのうちどこだと思いますか？これご判断皆さんにお任せします。次、社会いきますよ。注目してもらうのは人材の多様性、いわゆるダイバーシティの取り組みです。この先大企業といえども人材確保に苦労すると言われています。そんな中で男性であろうが女性であろうが、新卒者の方であろうが中途者の方であろうが、国籍も経歴も関係なくどんな人に入ってきてもらっても誰もが活躍できるようにしていくために、明確でそして納得感のある目標を掲げて、その目標に向けた取り組みの実績も詳しく情報公開を始めている企業と、まだそこまで始めていない企業。はい、10年後、どちらの会社に人はより多く残っていると思いますか？最後、ガバナンスいきません？ガバナンスの言葉の意味は知らなくても大丈夫です。注目してもらうのは取締役会。これは企業の中で最も重要な経営課題について経営陣が議論する会議のことです。ポイントを3つ申し上げます。1つ目のポイント、取締役会のメンバーがほぼほぼ社内の人だけ、社長の側近だけで固められている企業。会社の外からも様々な分野の専門家を呼び集めて経営陣と対等な立場で自由闊達なディスカッションを始めている企業。将来の成長力に期待が持てるのはどちらの会社ですか？2つ目のポイント、取締役会のメンバーの会議への出席率が高い企業と低い企業。重要な経営課題についてよりしっかりとしたディスカッションができてそうだと思えるのはどっちですか？3つ目のポイント、こうした取締役会活動状況について詳しく情報を公開している企業と、そんなに表に出してない企業。はい、どっちの会社の経営の方に安心感を感じますか？はい、ESG 目線、これだけです。このぐらい見ておくだけでも、その企業の将来性について自分なりの判断目線が持っているような気がしませんか？こうした情報が上場企業であれば、企業ホームページ、またはディスクロージャーして見つけることができます。これ、よかったらぜひ一度試してみてください。もしかすると皆さんが自分の将来のことを考えて取るその行動が、企業の経営者の意識、行動を変えるかもしれません。実例は先ほどお話したそうです。じゃあ続いて ESG 目線とちょっと違う話させてもらいますね。将来性もあって従業員を大切にしてくれる会社に実際に入って、その後どうでしょうか？どうせならそこで活躍できる人材になっていきたい、つまり自分の人材価値、市場価値を高めていきたいと思いませんか？これからの時代、企業が求める人材の一つ、それは持続可能な収益を作り出せる人材です。これができる人はどんな企業、どんな業界に飛び込んでいってもまず活躍できます。なんだったら自分で事業を立ち上げてもらってもいいと思います。そのヒントは SDGs にあります。 SDGs は世界共通の困りごとです。ソリューションに対するニーズ、世界規模なんです。もしこれをビジネス化、つまり収益化することができれば持続可能な収益につながっていきます。どうですか？今からね、 SDGs とビジネスの関係についてちょっと下調べを始めておいても将来損にはならないと思いませんか？もちろん社会に出てそういう仕事に関わってから勉強することできます。実際今の社会人はそうしています。でもどうせなら早く始めることを僕はお勧めします。なぜならビジネスの世界、何のかの時間勝負なところ大きいからです。はい、そろそろね、お時間が迫ってきちゃったので話変えますね。そもそも人見知りで人前で話すの苦手なはずの僕がなんで今日こんな場所に出ようと思ったか、それについて話させてください。所詮僕一人の力なんかで世界を変えるなんてできやしません。でももし今日僕の話を聞いて一人でも SDGs について興味関心を深めてもらえたり、何か行動を起こすことに価値を感じてくれたら、僕の力は結果的に2倍になるんです。社会を良くしようなんて思わなくていいんです。自分の将来をより良いものにしていくために今世界が向かおうとしている SDGs というこの大きな流れに目を向けてくれたらそれでいいんです。そんな人が何人も出てくれたら僕の力は何倍にも広がっていきます。それが人見知りで無力な僕にできる世界を変えていく挑戦の第一歩なんじゃないか。
そこに価値を感じて僕は今この場で湧き焦ったものを書きながら一生懸命喋ってます。はい、最後にメッセージを言わせてください。僕もこの場にいる皆さんも、そしておそらく世界中の誰もが、どんなに大変で、どんなに面倒くさくて、どんなに苦手なことに対しても、これはやる価値がある自分で思ったことは、きっと自ら進んで行動します。僕はそれが年齢も性別も国籍も民族も思想の違いも乗り越えて、 SDGs の17番目の目標、パートナーシップを達成していく重要な鍵になるんじゃないか。これまでの取り組みを通じてそんなことを考えるようになりました。はい、僕のお話が皆さんにとって何か新しい気づきをご提供できたとしたら、これに勝る喜びはありません。以上で僕のスピーチを終わります。最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。